ますが、闘争心はもうむき出し、大阪から来た浜田くん直也。まずは皆さんにご挨拶ということで、さあゆっくりゆっくり、彼のマシンも同じくね、クエルボというマシンなんですが、浜中直也選手がこのレースやそれからバトルで勝つために過去にですね、このクエルボというマシンを作りました。エンジンカラーオリジナル、そしてちょっとね、一人乗りの船と違うのは若干ね、この縦の長さっていうんですかね、船の長さが若干短いんですよね。そして、一人乗りでこのハルっていう船底の部分、船底のところが若干ですね、これもまたね安定感があるんですけども、お、もしかしたら浜中直也選手フード開けてるかしら、どうかしら、ちょっと調整、先ほどの練習走行で上げましたけどもね、え大丈夫でしょうか。彼はですね、まあ、結構取材もよく受けていまして、やっぱりね、日本人のこのディフェンディングチャンピオン2度チャンピオンに輝いています。2015年と2017年って国内でも選手層もすごく